めちゃくちゃレベルが低い話、うん、もう本当に下の下の底辺の話ですこれって、うん、そのマナーとか、うん、あとはそのなんだろう、これをするときはこうだよねっていう、うん、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファとアルファホビーブですよ。もともとね、どうなってんのこれ、はい、ちょっと簡単に解説させていただきますと、ね、ルミックスから S9 っていうね、クラシック、フルサイズ一眼レフカメラ EVF と、はい、EVF とか、ホットシューがないとかメカシャッターがないっていう、ちょっとこう、まあ、あえてエントリーっていう言葉を使わせてもらいますけど、エントリー向け、まあ、20万でエントリーっていうのもなんなんですけど、まあ、そういう層に向けて、満を持して発売して、で発売した時にいろいろなインフルエンサーがレビューをして、はい、でレビューをする以外に、まあ、私たちも取り上げましたけども、その新発売に合わせてそのカメラが出たことに対していろいろなコメントするインフルエンサーがいらっしゃって、でそのことにちょっとこう若干業界がざわつきまして、こういうこのカメラはどこ向きなんだみたいなもの、そうね、で、まあ、それはそれでそれぞれいろいろな考え方もあるし、いいじゃないですか、はい、いいと思いますよ、はい、一意見として、議論することはいいですね、はい、一意見として あのおっしゃってる方もいたんですけど、まあ、それでそれが落ち着いたなと思ってこう普通に見てましたら、なんと、明朝いつ2日前3日前かな2日前、まあそんなもんかな、はい、に明朝、某、X の方でちょっと S9 のこの写真ってこのカメラで撮れるのみたいな感じでちょっと疑問に思って調べてみたら、これストックフォトの写真じゃっていうことをつぶやいた方が X でポストした方がいらっしゃって、でそしたらみんなそれを機に、SNS 警察がね、これがウォーフウォーフウォーつって始まって、もうであのなんていうんですか、ガサ入れって言うんでしたっけ、あのサイトにガサ入れって、なんガサです、ガサ入りまして、ガサが入った上から下まで舐め回すように画像をやっては検索かけて、まあ、はい、あれはこれだこれはあれじゃねえかって言ったら、うん、どうやらかなりの枚数がストックフォトのやつで使われてると、はい、でもうね、まあ、ね、もうちょっと深く言うと、そのストックフォトを使われてるって言うんだけど、まあ、そのストックフォトを使われてるんだったら使ってるっていうことを明確に明記しないで、ちょっと曖昧な感じでやったり、もしくは全然違うカメラで撮った、まあ、結果的にストックフォト使ってるんだけど、それをイグジフを見たらこのカメラでやってるっていうことが、要はルミックスの写真じゃない、ね、ニコン、キャノン、はい、片やソニーの撮った写真をあたかも S9ルミックスで撮った写真だっていうふうなことをコメント付きでアップしちゃったから、もう大炎上、もう燃えるような状態で、さらにそれをソニーはベタ目してやったなそれはさらっと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 、はい、で、まあ、それでも要は何たることかという話になって、そして、はい、まあかなり遅かったですね、コメントを出したのが PDF で、ちょっと、まあ、遅かった上に、そう、そこなんです、遅かった上にちょっとお粗末なちょっとあれな、はい、PDF でもう皆さん疲れてますけど、はい、好意的にもと書いてあるコメントはレスが一個もなかったですね、あの一個もなかったですね、はい、誰が見ても、うん、おやおやと、はい、おおほほうと、でまたそれをやった後、ね、やっと1日後になってやっと該当の写真を削除なりし、はい、撮ったスペックの機種を、まあ、ルミックスに限ってはルミックスの S5 で撮ったとかいうことを書いて、はい、あとは、まあ、イメージ写真としては使うんだけど、なんていうかな、機種の説明であったり機能の説明のところの画像は全部なくして、やっとそれが4日後かな5日後ぐらいになくなって、やっとそこで初めて公式のホームページの、サイトの、ニュースリリースみたいなところ、ね、お知らせみたいなところにやっと正式な文章を載せて、はい、そこに、はい、まあ、そこの内容もちょっとどうかと思ったけど、まあ、あえてちゃんとした謝罪をそこでやって、ね、はい、一応ね、はい、一応のそのことはしたと、はい、でさらに、はい、まだもうどんどんあるんだけど、 S9 のライブをやる予定だったんだけどそれも急遽、2日前にやらないと、まあそら嫌ですよ俺もし出る人だったらちょっともうお腹痛くなっちゃう、そんなのねえ、うん、そら
相当なメンタルじゃないと出れんですね、それ。ね、だからで、まあ、中心になるのもまあそれはまあ自然のことかなと。出てさ、出て誰が誰に謝らされるんだって話になるもんね。でも社長とかさとかになっちゃうもんね、だってね。そしたらね、まあ、そうだよね。でもみんな俺やだよってなっちゃうもんね、そんな。で社長が言うのかって話だもんね、うん、だってね。もうなんとないっすよ、そんな。あれだけの大企業で。うん、うん、だけどまあそういうのもなくね、うん、そのなったんですけど、うん、結局でもその後にまたじゃんじゃん出てくるわけですよ。ね、じゃんじゃん出てくるわけですよ。うん、20年間やってたって言っちゃったしね、すごいね。あれ取材受けたっすね、あれ、うん、すごいですね、はい、あの取材良かったですよ、うんうん、あの記事良かったですね、うん、結構生々しい感じで良かったですね、うん、あとまあ他社のことにもちゃんとあの触れてて、うんうん、大手、まあ、ビッグ3ですね、うん、そうですね、ビッグ3に関してはどうだっていうことでちゃんとそこも取材をして、うん、ね、広報に取材をして、弊社はこうですというのを回答もちゃんといただいてそれをちゃんと掲載してた、うん、あれ非常に良かったですね、あれは、うん、で我らがソニーは大丈夫という形でございました、うん、まあ、一部イメージ写真として使ってるみたいなことは書いてありましたけどね、うん、まあイメージ写真はね、うん、なんだろう、うん、やっぱりカメラの機能に関係するところじゃなかったら別に俺は関係ないと思ってますけど、うんうん、例えばじゃあ俺がそのカメラを持ってる写真あるじゃないですか、うん、こういうふうに街頭の機種を持ってる写真、うん、こう持ってるやつ、それは別に他の機種で撮っても構わないと思いますよ、うん、でだからその岡本さんは、ね、S9 で撮って構えて撮ってるけどその写真をこの俺が撮ってるその写真を撮るのに俺がソニーで撮ってその写真を載せたって別にいいわけだもんね、だからね。まあでも他社はいかん他社はいかん。けどさ昔さ昔あったじゃん、最低でも同じ昔さソニーじゃない時代さキャノン俺キャノンとニコンの仕事やったことないけどさちょっとやっぱそのプロ界隈の話を聞くとさニコンの、はい、ニコンの仕事をやるときに、まあ、ニコン、まあまあ、ニコンじゃないなキャノン例えばキャノンの、はい、まあ、すごいちょっと極端だよ例えばプリンターみたいな写真を撮るときにソニーのカメラを持ってってそのプリンターを撮って別に載せたっていいわけじゃん極端な話ね、まあ、いいけど、まあ、だいぶ空気読めんけどなそういう。そうだそうだだけど、うん、そういう話はすげえあったじゃん。そういう話はだから普通はキャノンの商品をキャノンを使ってるプロカメラマンに頼んでキャノンのやつで撮らせるんだけど、まあ、普通はそこでやりますよ、うん、そう自社の商品のプロモーションの、うん、カメラとは関係ないものそうそうそうプリンターであったりとかそうそうそう他のものを撮るにしても自社のとちゃんと調べますよそりゃそうだよね調べますよ、まあ、もしくは、うん、あの営業とかさマーケティングの人がさあのカメラは何で来ますかって言ってさ、うん、できればってなるよね、うんじゃあ言うやろなそれは、うんね、ちゅうかそれはねそれはもうさまあそんなこと言わせんなとそう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 、そう普通するよなと、うん、だけどそれが根本的な部分でそういうことも踏まえてさパナソニックはゆるゆるズブズブだったってことでしょだから含めてだどうでもよかったっ、うん、まあ全てがそうだったってことだと思いますよ、うん、その結局依頼する側、うん受注する側、うんそうだよね、全部がそういう意識だったっていうことだと思いますね、うん、なんとも思わなかったんだろうね、それに関しては。だって普通はカメラの広告を打つのにその撮った写真で説明するってなんていうのかなあまりにも当たり前すぎてさ当たり前すぎる そんなことはなんていうのかなこれ疑問にも思わないよね。ゼロ時間の方でも話したんですけどそのじゃ あまりにも程度が低すぎて、うん、この問題ってそのなんていうのかな論じてると恥ずかしくなってくる、うん、この話を、うんうん、すごいことだと思うんですよこれを論ずることって、うん、もう本当にめっちゃ根本だもんでさ、うん、そんな幼稚な程度の低い話を大人がするのと、うん、いうふうに思うですよ普通しないよねで終わる話そうなんだよね普通しないよねそんなこと、うんと思うんだけどそれが今結構なっちゃってるんだけど、うん、あの交渉の話も何でもないですこんなの、うん、めちゃくちゃレベルが低い話、うん、もう本当に下の下の底辺の話ですこれって、うん、そのマナーとか、うん、あとはそのなんだろう、これをするときはこうだよねっていう、うん、言わなくてもいいやつ、うんうん、なんちゅうのかなルールブックとかさ、うん、そうそうそう、そうまあ、暗黙の了解とは言えないけど結構そのレベルだもんねだって当たり前だけどいや結局だからその
いやここに書いてないじゃないですかっていう、もうハードクレーマーいるじゃないですか。うん、うん、そういう人って、うんうん、それと同じっすよこれって。でもじゃあその契約の書の中に、該当機種の写真しか使わないことって書いてないじゃんってこれ。いや、うん、そう、いやいや書いてないけどさ、書いてないけど分かるだろって、ね、そうだよね、そういう方だよね、分かるやろそれと。そこまで言わなきゃダメみたいな、で、うん、そこ言わなかんのかと、うん、すごいそう思うっすよね、うん、ねえ。